タロニュース。最高の安全安心の追求を企業理念に掲げる大阪メトロには、社員が過去の事故やトラブルを教訓として学んだり、緊急時に使用する各種設備の操作体験などが行える輸送の生命館っていう研修施設があるんやって。続きは本編で見てみてなー。